つばき峠の位置つばき峠は、福井県三方郡三浜町にある峠であり、標高は50メートルである。旧丹後街道に位置するつばき峠は、車の通行ができない、徒歩道である、並行して JR 小浜線が通っており、坂尻からスケガキへのかつての街道筋は線路により分断されている。現在、この峠のすぐ南側には、 福井県道225号鶴ヶ三浜線の椿トンネルが貫通している。また、北西を走る若狭広域農道の坂尻トンネル、南東を走る国道27号三浜東バイパスの国吉城トンネルも抗議とすれば椿峠の下を貫いている。歴史的には大変重要な峠で、若狭国の東端を固める自然の要塞として機能してきた。鶴ヶ市と 三浜町を分ける石峠よりもさらに西側にあり、戦国時代には、軍事上の要衝として、峠の南側の標高197メートルの城山に、国吉城が、阿波や勝久により築かれ、越前国朝倉市の信仰にこうした。若狭国の生誕の吉坂峠と並んで、歴史上重要なポイントとして挙げられるだろう。また地理的には、福井県に、 名前の残る峠の中で最も標高が低い峠としても有名である。現在はトンネルが貫いており、道路状況は良い部類に入る峠である。特に坂尻トンネル、国吉城トンネルは近年掘られたトンネルということもあり、非常に明るく走りやすい。2009年3月29日には国吉城トンネルを含む国道27号三浜東バイパスが、 全線開通し、椿トンネルの西側まで延伸した。2015年4月1日には、椿トンネルは国道指定を解除され、前後の区間とともに、福井県道225号鶴が見浜線に編入された。ありがとうございます。